天城は日本海軍の軍艦で木造スループ後年に二等砲艦とされた。艦名は静岡県の天城山にちなんで名付けられた。天城山は伊豆半島中央部の火山軍の総称で、ここは前山で漁材が取れ、特に杉のビリンガの高い。海軍創世期の造船材はこの山の木が多かったという。計画主任はベルギーとチボジェ。 横須賀造船所で建造された、1883年に巡洋艦とされる、日清戦争、日露戦争に参加。日露戦争中に雑役船に編入され、1908年に廃船となり、戸場商船学校の軽流練習船天城となった、木造のスループ、または奉還。排水量については、いろいろな値が伝えられている。 その他 2500A トンの数値もあるが、他と値が離れている。期間は、キをテると同一であるが、気候が2年後のために多少改良が加えられている。例えばスクリューが改良されて10.5ノットでの損失は16%になり、複水期間の直径は7、8インチに小さくなって、冷却面積を増した。主機は、予機会り働け式2段3気筒レシプロ1機で、 高圧、低圧ともに、シリンダー直径は37プラス5、8インチ、高程は23プラス5、8インチ。またフレメン複水器1機を装備した。ボイラーは高窓管両面2機を装備した。触手を破壊されたキオテルから引き上げた、ボイラー2機を1890年に搭載した。ボイラー乾燥後の成績は以下の通り。 推進機の使用については2つの値が伝えられている。速力についても以下の値がある。右表の並装は横須賀海軍戦勝士による。その他に以下の値がある。1875年9月9日、寄港、9月22日天城と命名された。1877年3月13日午後4時に浸水式を挙行した。海軍長官の代理で、 中村倉之助少将らが横浜港から総竜丸に乗船して帰港し、式に臨んだ。9月11日、天際くらい4等、定員130人とした。1878年3月7日、東海守府所活とされた。4月4日、春光、常備艦とされた。4月19日、横須賀から横浜に開港した。春光に先立つ3月4日に、 朝鮮の海岸測量が海軍に冷達され、4月28日、天際、は朝鮮海岸測量のため横浜港を出港した。天際、は兵庫港、文字を経由し5月6日に、富山港に到着した。囲碁朝鮮の元山津、津田湾、北尾湾に停泊し、7月5日スクリューの修理のために長崎港に寄港した。8月13日長崎出港、富山。 三島、所和島、馬見竜湾、浅水湾をめぐり、10月1日長崎に戻った。10月11日長崎出港、文字、兵庫、由良のうち、鳥羽に停泊し、10月28日横浜港に帰港した。11月9日スクリューを修理するため、横須賀に開港した。12月22日から横須賀造船所で修理を開始した。 1879年6月22日、横浜港に開港、23日同地出港し、艦隊運動訓練を行い、同日品川に到着した。6月27日横浜に開港、7月11日横浜を出港し、横須賀沖に寄ったが、これらが流行していたために同日富津沖に開港して入船検査を行った。7月19日2津沖発、 横須賀に入港、翌20日横浜に開港した。7月26日改めて横須賀に開港した。8月3日に前年から続けていた修理が完了した。8月15日横浜に開港。8月24日品川に開港。10月15日横浜に開港。11月18日横浜を出港し、搬送で立山湾に開港。翌19日同地発。 搬送で二0日カナダ湾に到着二十一日同地から横浜港に寄港した十二月二日浦賀に開港七日品海に開港十日品海を出港射撃訓練のために搬送し縦山湾に到着十二日横浜港に寄港した1880年一月二十七日三城大城大臣が上官し横浜を出港同日熱海到着 28日、熱海発、横浜に寄港した。元山津港と富山港の法人保護のために4月18日、横浜港を出港、兵庫、三原、文字に寄港した。文字出港後に、スクリュー翼一枚が脱落したため5月1日朝鮮国松島に寄港、5月2日富山港に入港した。5月18日富山発、20日元山き 6月2日、元山津発、風波のために同日町野道に被泊、同地を約束した。6月4日、町野道、5日松島に寄港し、6月7日、富山に到着した。6月19日、熊川に開港、翌20日、富山に戻った。6月23日、富山発、25日、元山津に到着した。8月13日、元山津を出港、8月14日、 富山入港。8月20日富山出港、スクリューレード修理のために、長崎へ向かい、21日長期港に入港した。9月17日長崎を出港、囲碁富山、迎え日湾、元山津などをめぐり11月9日文字に帰港した。再びスクリューレード修理のために11月11日、文字発、翌12日長崎に入港した。 花房講師を乗せて12月4日長崎を出港し、翌5日、富山期。その後三島、新川湾港、月日島をめぐり、1881年1月1日富山期。2月18日富山を出港式とに着いた。途中文字、兵庫などに寄港し3月17日午後2時35分、横浜港に寄港した。上院休暇のために3月24日品川に、 開港した。皇后の横須賀行景のために5月25日、横浜に開港した。8月6日横浜港を出港し、立山湾に開港した。10月11日立山湾を出港し、横浜港に寄港した。1882年2月2日から6月29日まで、横須賀造船所で修理を行った。6月16日横浜港を出港。 同日清水港に入港した。同地で艦隊運動訓練を行った。6月26日清水港を出港。艦隊運動訓練を行ったが、途中一時機械故障を起こした。翌27日に品川湾に帰着した。神戸事変により、朝鮮水域警備を行った。8月1日横浜港を出港し。8月3日神戸港に入港。 翌4日同地発8月7日、木沢期、翌8日同地発、8月9日、馬寒期、翌10日同地発、同日朝鮮全4独に到着した8月11日同地発、富山浦に入港した。9月4日富山発、6日新川港に入港した9月7日同地発、8日、大同講義、10日大同講発、一旦同地に戻り、大東港に開港した。 10月11日大上がりへ発、13日二川港に戻った。10月24日二川港発、翌25日豊浦木、同日発、26日南洋湾に到着した。10月31日南洋湾発、11月1日、二川港に入港した11月18日二川発、20日不山浦に到着した11月22日富山浦発、 11月23日、文字ラに帰国した。12月7日、文字ラ発、翌8日長崎港に入港した。12月29日長崎港を出港し、翌30日に、富山浦に到着した1883年1月5日、朝鮮富山浦発、7日から8日は所こ島、8日から9日は、豊島に停泊、1月9日に、新川湾に到着した。 2月17日ニガーワン発、19日富山浦に、帰港し、20日文字に一時帰国した。2月26日文字から湯やに、開港、28日湯や発、小畑を経由し3月9日、元山松に到着した。4月1日町野道に開港、翌2日に、同地発、3日に、富山浦に到着した。同時で、 前田総領事が上官し4月17日東映に開港、20日に巨彩島竹林裏に開港した。4月21日馬山浦に開港、22日富山浦に到着した。5月7日、富山浦発、文字に一時帰国した。5月18日文字発、20日に川湾に到着した。5月24日、に川湾発、25日所味巻き。 27日に同地発5月28日長崎港に帰国した5月31日長崎港を出港文字兵庫に帰港し6月19日に横浜港に帰港した1890年8月23日第一種に定められた日清戦争では大連、旅順、異海へ攻略作戦等に参加した 1898年3月21日、官邸類別等級が制定され、二等法官に類別された。日露戦争では老朽のため艦隊編入はなく、横浜港の警備に従事した。1905年6月14日に除籍・雑役船に編入された。1908年11月24日に廃船となり、後に、 鳥羽商船学校の軽流練習船天城となった日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます。